はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たったの1分でお腹を引っ込める方法を紹介します。お腹を引っ込める方法はね、以前紹介したと思うんですけども、骨盤をしっかり後傾させること、これがポイントになります。後傾させれないと反り腰になった状態になるので、お腹がしっかりね縮みません。なのでしっかり骨盤体操、骨盤をしっかり前後にね、このように骨盤を動かす練習をしてから腹筋を行ってください。では今から30秒を2セットやっていきますんで、一緒に頑張ってみてもらえたらと思います。では行きましょう。まずですね、骨盤を後傾させる方法なんですけども、まず寝て膝を曲げます。頭を起こして腰がね、今ね低い状態にしてください。でこの足をちょっと前に出していくんですけども、腰がもし浮いてしまったら少し戻してください。できるだけ足を前に持ってって、腰ができるだけついてる位置、前に出して腰が浮いたら戻します。そのできるだけ向こうの位置で足を止めます。そしたら今度は体をしっかり起こして、手を伸ばしてですね、膝とももの間、真ん中ぐらい、これしっかり腰だけをつけておく感じです。お尻も上げておきます。これで30秒キープします。それを2セット、では行きましょう。しっかり腰をつけてください。で体ができるだけね倒れていかないように、顎はしっかり引いてください。これでキープです。頑張って、あと15秒、15秒したら5秒間休みます。しっかりお腹を引っ込めます。はい、5秒間休んでください。2セット目いきます。頑張ってください。しっかり顎引いて、できるだけ息を長く吐きます。お疲れでした。はい、たったの1分です。まあ、30秒2セット。これ意外と辛いんですけども、まあ、やっていけばね、できるようになってきますんで、もしこの腰をつけて止まっとくことが辛い方はね、ちょっと骨盤の動きをね、まず骨盤体操から、こういう風に。しっかり骨盤体操をしてから腰を丸めることを作って、お腹を引っ込めて背中を丸めるっていうことをやってください。これでついつい腰が浮いちゃう人っていうのは腹筋が弱いっていう証拠なのと、あとはこの脊柱起立筋の方がねこう強いってことなので、しっかり丸くなる腹筋をしなければいけません。それをしっかり行ってプランクとかをね併用してやってもらえたら、お腹引っ込んできますんで、よかったらやってみてもらえたらと思います。今日ちゃんと30秒2セットやりきったよって方はね、グッドボタンやコメント待ってます。まあ、頑張ったよって方もね、こっち例えば15秒とかでね落っこちた方もいると思うんですけども、そういった方もやったよって方はグッドボタン待ってますんで、よかったらコメントでグッドボタンお待ちしております。でこういった動画の視聴とかね、そういったこともコメント待ってますんで、ぜひぜひコメントお寄せください。説明欄にね、チャンネル登録とかもありますんで、もしされてない方は、ぜひよろしくお願いいたします。タートルでした。